翌日気分不安気分肯定的気分みたいな感じで変数が入ってて、例えば抑うつと、まあ、不安の間の相関係数を相関関係を見ようとするとですね、 Excel の場合ここに、まあ、イコール、まあ、どこでもいいんですけど2に乗せる2コーレルって、コーレーションコーエフィシェントっていうのが相関係数なんで、まあ、Excel の関数だと、コーレルって読むのかどうか分かんないですけど、そういう変数があってそこでこう括弧して相関を求めたい範囲を指定するわけですね。配列1、配列2ってなってるんで、配列1で抑うつ、配列2で、まあ、不安ってとこを今選択してるわけですね。で、こうやって、まあ、出てくるわけですね。配列1で、カンマ入れて、